あげましょうか。来たか。あたしたちのこの部分が一番重要だとか言ってなかったか。それにしちゃのんきなお出ましだよな。待ってる間にあたりを5周ほどして酒を7本飲んで新しい服まで何着か変えたぞ。あ、ごめん、そんなに待たせちゃってたとは。ただ両親を痛めつけて態度を正させたいだけさ。何しろ次が一番重要なのにこんなに遅れてくるんだからな。その真剣な顔、あんたを困らせるのが惜しいくらいだ。待ちぼうけで腕がこわばっちまった。さ、動け動け、早くやることやって終わらせよう。でもどこから始めるんだ。覚えてるか、私たちの仕事はファドゥイ執行官博士の状態を確認すること。リスクを排除しクラクサ・ナリデビの救出を邪魔させない状態を確保することだ。スメール全体を支配する教練員を相手にするだけで大変だったってのに、博士まで手を出してきたら計画を完遂なんざ到底できない。本当にとんでもない難題を出してくるよな。博士って名前だけでも手強そうな感じがするぞ。ああ、聞いただけで教練員の偉そうで傲慢な年寄り学者を思い浮かべちまうね。そんな奴と付き合うのはごめんだぜ。計画通り、まずはパルディスディアイに行ってレンジャー長のティナリを探す。アルハイゼンとセノの情報によればティナリはまだ教練員に信頼されているそうだ。だからあんたはティナリを探して博士に関する最新の情報を突き止めようって説得するんだ。その後は手に入れた情報に従ってプランを調整しよう。今や壁内の至る所に賢者の目はあるからな。私はボディーガードとしてあんたと行動する。光栄に思えよ。私は簡単に雇えるようなボディーガードじゃないからな。傭兵は金しか見ないんじゃなかったか。それはそうだが、私は仕事も選ぶんだ。あんたたちなら割引してやろう。いくらするんだ、払える額なのか。報酬はそうだな、笑ってくれればそれでいい。このところあんたずっと嬉しそうな顔をしてないからな。あんたみたいな人が笑ったらきっと可愛いはずだ。笑えよ、その方が私も安心できる。お、いいぞ。この笑顔が私たちのお守りになりますように。笑顔にもいろいろあるが、人を祝福できるのは喜びや幸せから来るものだけだ。今の笑顔は未来の勝利の前借りさ。さあパルディスディアイに出発だ。旅人にパイモン、それとこんにちは。こいつはオイル
ちの友達でリシア傭兵だ。傭兵を連れて僕のところに来るなんて、何か重要なことがあるんだね。そうそう、すっごく大事なことなんだ。頼む、助けてくれ。わかった、ついてきて。ここなら誰も来ないはずだ。さて、一体どんな重要なことなの？博士。マスクをしてて見るからに怪しいファデュイの執行官だ。確か青い髪だったな。その人なら知ってるよ。偶然だけど、パルディス・ディアイを離れたばかりだ。そんな偶然が？うん、僕に用事があったらしい。具体的な内容を聞いてもいいか？唐突に思うかもしれないが、あんたの答えはとても重要なんだ。今こちらが言えるのは、あんたの友達セノと一緒に行動してるってことだけだ。セノが？なるほど、だから教練院にいなかったのか。わかった、僕は君たちの質問に答えるし、手助けもする。そして君たちは何が起こったのか話す必要はない。セノの名前ってこんなに聞くのか。私たちが嘘をついてる可能性を恐れないのか？そんな冗談は結構。君も旅人も、それにセノも、こういう冗談をするような人じゃないだろ。もし言いにくいことがあるのなら話さなくてもいいよ。さて本題に入ろう。君たちの言う執行官博士が僕のところに来たのは、ハイパシアという学者を連れていくためだ。ハイパシアだって？なんであいつが狙われるんだ？それに連れていくってのはどういう意味だ？スメールを離れるのか？うん、彼はもうすぐスメールを離れてスネージナヤに戻るって言ってた。ふーん、つまりすぐにここを立つってこと？ああ、そうでなければもう少し話せたかもしれん。すぐに帰らねばならないんだが、出発前に一つ重要なことを思い出してな。回り道でパルディス・ディアイに寄ったんだ。そのハイパシアという学者の面倒はお前が？パデューイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かにハイパシアは僕の元で治療を受けているよ。失礼だが、彼女への治療の進捗はいかがか？何か言いたいことがあるんだろ？それなら単刀直入に言おう。ハイパシアをスネージナヤに連れて行くつもりだ。患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだから、まさかそんなことも知らないってことはないよね？ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは。それは本当に正しい判断かね？まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し、回復の手助けをする。これでどうかな？ハイパシアはスメール出身で教練院の学者だ。今のところリスクを負って他国に送らなければならないような状況じゃないよ。彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する者として同意できるはずがない。無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。
僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで、僕が嫌いな学者特有の傲慢さをひしひしと感じたよ。威張り腐ってるっていうより、自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど狂気と言えるほどにね。患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが、僕は言い争いの準備をしていたんだけど、彼はあっさりと引き下がったんだ。でも、すごく気になる反応だったな。なるほど、お前の意見にも一理ある。まだ若いのに頭が固いな。少々意外だ。普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だが残念ながら賢明ではない。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も逃れられないということにな。もう、なんだか不快なことを暗示してるみたいだけど。自分から質問しておきながら、僕の答えなんか気にしちゃいない。多分彼にとって、僕はただの喋れる石っころみたいなものなんだろうね。言葉に悪意はないけど、骨の髄まで無関心で、心の中では常に人を見下しているんだ。ああ、信じがたい話だ。でも、もしそれが本当なら、状況は一気に有利になった。見逃したところはないと思うよ。むしろ君たちにあまり危険なことはさせたくないからね。持っている情報が多ければ多いほど、より安全に物事をこなせるはずだ。私たちが隠し事をしてるにもかかわらず、情報を与えてくれた。この借りはしっかり胸に刻んでおく。別にいいよ。僕にはこうする義務がある。強いて言うなら、このすべての起因は僕に関係があると言えなくもないからね。最近先生から何通も教令院に来て研究の手伝いをしろって手紙が届くんだ。教令院に呼ばれるのは初めてじゃないだろ。ああ、でも今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力似せてあるみたいだけど、細部がおかしい。先生は時々手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。点が一つなら手紙を書いた時は晴れていて、三つなら雨って意味だ。これは長年続いてきたものだけど、最近来る手紙にはこういう記号が一切ない。何か怒ったのかもしれないと思ってね。ああ、ずっとガンダルバー村にいるお前より教令院にいる俺がこの件を調べた方がいい、そう思ったんだろ。そういうこと。身の安全を確保しながら情報を探ってみてほしいんだ。芳しくない状況だった時はすぐに撤退してよね。わかった。だがことはそう簡単なことじゃないと思う。教令院は近頃大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もしかするとお前の先生も関わってるかもしれない。
もし上の方々が人には話せない秘密を抱えてるなら、調査し始めると抜け出すのが非常に難しくなる。もし収束がつかない事態になったら、俺は教練院を離れるよ。俺が長い間教練院からいなくなれば、それが合図だ。うん、そうしよう。じゃあ僕はいつでも対応できるよう、ガンダルバ村にいる。もし本当にそういう状況になったら、お前は警戒しろ。教練院から来る、あらゆる情報と要求にな。それにしても、大マハマトラの君が、そんなことを言うなんて、思いもしなかったな。教練院への忠誠は、賢者の言いなりになることじゃない。俺は、自分が何をしているのか、よくわかっている。お前こそ、卒業生のくせに、教練院を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで、悪いことに耐えられない人なんだ。職場で苦労しないかって、学生の時は心配だったよ。ちょっと遅くはあったけど、まあ、予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から、教練員の異変に気づいてたんだな。これは、瀬野が事件に巻き込まれた理由でもあるのかもしれない。だったら、僕も約束通り、君たちを助けなくちゃね。そうだ、この後瀬野に会うなら、伝えてくれる？自分の見たこと、聞いたことを信じるってね。今のあいつには、この言葉が必要だと思うよ。おう！チャンスがあれば言っておくぞ！あ、次は、あいつを探さないとな。あ、そうだ。もう一つ聞くが、博士はここを立つとき、どの道を行った？あっちだよ。よし、ありがとうな。それじゃ、先に行くぞ。ティナリの話じゃ、博士はスメールを離れるつもりみたいだけど、これの真偽を確かめたいな。それに、全てを片付けるっていうのは何を指してるんだ？こういう人物には注意を払っておいて損はない。念のため、こっから追いかけよう。でも、どこに行ったかもわからないのにどう追いかけるんだよ。傭兵には傭兵のやり方がある。私は道沿いの手がかりを探すから、あんたらはついてこい。あの執行官、どれだけ用心深いつもりでもバッチリ痕跡が残ってるぜ。それか、花から痕跡を消すつもりがなかったのか。これも奴の傲慢さらしいな。ああ、方向は合ってる。痕跡は新しいが、近くに人はいないみたいだな。どうやら本当に急いでたらしい。ほぼ、私の予想通りだな。ここまででいい。博士の動きはほとんど突き止めた。ここから南に行くとオルモス港が見えてくる。奴らはそこに行く気なんだ。港？あ、船に乗るつもりなのか？そうだ。私たちもオルモス港に向かおう。
の追跡スキルのおかげで無事に見つけられたぜ。ち、気づかれるだろ。港はファルイの衛兵だらけだな。もうちょっと近づいてみようぜ。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネー時代の執行官にもふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。あまりお見かけする機会もなかったの。前に俺がスネージュネアで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってた。きっとスネールでの習慣があの方を変えたんだ。佐藤に駐在するっていうのはこういうことさ。スネージュネアに戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれんな。え、長官、何かの間違いでは？いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ。姿も口調も少しだよな。あと理由はわからないが、なんだか顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう。公務で外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃないですか。博士はあっちの船にいる。嘘はついてなかったらしいな。確かにスメールを離れるみたいだ。もうちょっと近づこう。物陰に隠れて奴を観察したい。ここでよし。船の状況ははっきり見えるし、ここならまずバレないだろう。私たちに挨拶してるのか？さようならと言わなくては。待て、船にはあいつ一人だけか。あれ、他の奴らはついていかなかったのか？さっきまでいた港の衛兵たちはどこに行った？数分前まではまだここにいたはずだけど、今は急にいなくなったみたいだぞ。まさか囲まれた？まさか。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。まずい、ハイパシアが危険だ。早くパルディスディアイに戻ろう。どういうことだ？彼女は見てはいけないものを見てしまったようだ。私がファドゥイならきっと彼女をどうにか連れていくね。だが、もしダメなら。排除するってことか？早く行くぞ。パルディスディアイは君たちファデュイが好き勝手に暴れていい場所じゃないよ。言っただろう。上の方は俺たちがパルディスディアイで研究用の薬草を探して持ち帰ることを許可したんだ。ファデュイは何も今日初めてスメールに到着したわけじゃないだろ。こんな時に薬草を取りに来るなんてわざとらしすぎるんじゃない？大賢者ですらファデュイの研究に口を出す資格があるとは限らん。ましてやお前のように小さな学者など言うまでもないな。忠告はした。身から出た錆にならんようにな。どうやら僕の意見は受け入れてくれないみたいだね。認めるかどうかは別として、ファデュイがこんな時にパルディスディアイに来るなんて、薬草を探す他に目的があるんだろ？言いにくいことだが、我々への憶測は余計な問題を生ずることにもなろう。だったら責められるべきは隠し事のできない君たちの執行官だね。僕は学者として
パルディスディアイに滞在している。でもだからといって、レンジャー長の身分を捨てたことにはならない。スメールに貢献した学者たちの生活が邪魔されないようにするのは、僕のレンジャー長としての責務だ。つまり、交渉決裂ということか。今日も、誰にも邪魔させないからね、ハイパシア。ミナリ、大丈夫か？平気だよ、ファドゥイン。いい度胸だな。どうやらお仕置きが必要らしい。抵抗したところで何のメリットもないぞ。早くハイパシアを渡せばいい。渡すか。ミナリ、ボコボコにしてやれ。うわっ、博士の命令は絶対だ。はあ、犬のくせに主人への感情が湧いてきたか。来光いと美しきかな。チョック呪言。これじゃキリがない。旅人パイモン、後ろからの奇襲を防ぐためにハイパシアのところに行ってくれ。わかった。ハイパシアはまだここにいるから誰も来ていないはずだ。どうだ。無事でよかったぜ。あらら、これで終わりだと思っちゃった。なんだって、ザンヒョウが来てたのか。君の慌てる姿を見るのも懐かしい。僕に会うたびこういう表情をするんだね。ザヒョウはどこにいるんだ。君の心の声はっきり聞こえてるよ。まさか忘れちゃった？君が初めてパルディスディアイに来てハイパシアと接触した時にも僕は君を見たんだけどな。僕が何かする必要なんてないさ。僕と意識をつなげられることはハイパシアにとって光栄なことだもの。誰と話をしてるんだ。まさか、まさか、ザンヒョウじゃないよな。そんなわけないか。気になるよね。教えてやってもいいよ。今回は君の接触を感じたからこそ、僕は自ら、ハイパシアの意識に入ったんだ。無駄なあがきをしている人間を見に来ただけさ。僕の進化のプロセスはほぼ終了した。残りは後片付けをするだけだ。わかるかな。クラクサナリデビを救い出せたとしても神としての僕と君たちの間には実力において雲泥の差がある。子供同然の神を僕に歯向かうよう強要するのは賢明とは言えないよ。学者どもが知恵の神を信仰しているからこそ恐れ多くも送信計画を実行できた。だけどこれは人が神を崇拝する行為が冒涜と神聖さを同時に内包している証明とも言える。なかなか滑稽じゃないか。
行ってごらん。そうかい。僕は今機嫌がいいから、こんな風に君とおしゃべりしてるのさ。というと？話だけを聞くと、まるで君が僕の友達で、僕のことを心配してるみたいじゃないか。だがそれは大間違いだ。僕は君とも、他の全員とも違うのさ。僕は、神になるために生まれた。今までの人生は、すべてが無意味な過程に過ぎない。神と同じことだよ。神自身は、意味をなさない。重要なのは、そこに書かれた内容の方だろ。今までの僕が残したのは、苦痛にまみれた記憶と、人としてのくだらない感情だけ。この上なく愚かで、とっとと終わるべきものさ。逆に君たちのようにあがき続ける人間の方が、僕にとってはよほど面白い。君がこの世界で戦わなければならない理由は何だ？今の僕は、君の意識と繋がっているから、君の心の声が聞こえる。もちろん君の心の、その強靭さも感知できる。今日のおしゃべりは悪くなかったから、一つアドバイスをあげるよ。その無意味な守護者気取りをやめな。君は、真実を何一つ分かっていないんだから。これこそ全ての人間と、君のためだよ。人という生き物は、無知であればこそ、幸せになれる。そうだね。僕は彼女をとても気にかけている。君だって、こうしたはずだよ。彼女は僕の神の意識を覗き、同時に僕の過去も覗き見た。彼女は一人目の信者と呼ばれる資格がある。神には信者がいないとだろう。ハイパシアは幸運にも僕に選ばれたのさ。彼女の出現は僕が神の権力へ初めの一歩を踏み出すことを意味し、彼女の信仰こそが僕の栄光を築いていく。君は常に僕の言葉を疑うんだな。まあいい。君もすぐにわかるさ。君がどんな権威を疑っているのかをね。誰がこの敬虔な女性を傷つけようとしているというんだい？博士が僕の初めての信者に手を出そうと？面白い。言われたことがないかい？君、中を引き裂くのが下手だね。博士は昔から身の程知らずな奴だった。人間のくせに、今も新たな神に干渉したいと考えている。でも、そんな言葉だけで、僕の力を利用して、博士を排除しようと思ってる君も、ちょっと甘すぎるんじゃない？そうだな。ハイパシアにあげたように、君にもプレゼントをあげよう。君がここで、僕と会話できるのも、僕からの恵みだ。僕の声を聞く者として、君に褒美を取らせよう。良きことも悪きことも、
恩恵としてもらう。これぞ神の横暴さ。うわぁ、雷が。さっきの見えないやつが残響だったのか。今までずっと話してたのかよ。ティナリが怪我をした。大丈夫。動くな。あんたには休息が必要だ。旅団でこういう雷に打たれた怪我を見たことがある。安静が必要だ。雷に打たれたのか。ついさっき持ちこたえられなくなりそうな時に天気が突然おかしくなってな。雷が狂ったかのように全員を攻撃してきて、敵も味方もお構いなしだったんだ。幸いこっちは二人だけで、動きも機敏だったから、なんとか大体は避けられたんだが、ファドゥイの方は人数が多いから、こんな密度の雷に打たれて、かわいそうに。でもおかげで、みんな引いてくれたね。なんで謝るのさ。なるほどね。でも大丈夫だ。君もきっとこうなるとは予想していなかったんだろ。気にしなくていいよ。僕のことより君の表情だ。ちょっとまずい事態みたいだね。ハイパシアのことはどうだった？おい、動くなっつっただろ。念のためハイパシアのところで話の続きをしよう。よかった、彼女が無事で。自分のことも心配しろよ。僕の状況は僕が一番わかってる。致命傷じゃないから大丈夫だ。医学がわかる人と話すのは疲れるぜ。わかるよ。こういうタイプはすぐ強がるんだよな。急にごめん、少し休ませて。旅人、話していいよ。お前ら、そんなこと話してたのか。あいつにそんな考えがあったなんて。教練員の送信計画。ふざけた真似を。なんて言えばいいのか全くわからないぜ。こういう、志が高いやつって言うべきなのか。どうせ私にあいつらのことは理解できない。毎日気持ちよく過ごして、お酒と美味しい飯があって、必要な時に仕事をして、
夜にぐっすり寝られたら、私はそれで満足だしな。どうやら私は、パルディスディアイに出入りしてる人間の中で、一番夢がないやつみたいだぜ。そんなこと言わないで。さっきの件に、まだお礼を言ってない。気にするな。お安い御用だ。とはいえ、少なくとも博士は、確かに何かの用事があって、慌ててスメールを離れたってことには確証が持てそうだ。まさかファドゥイたちは、残響に関する何らかの秘密を守るために、口封じをしようとしてるのか？さっき、残響はハイパシアに、自分の過去を覗かれたって言ってたんだよな。あいつの過去に何かあったのか？気づいたか？残響も、博士の行為は不満なようだ。博士が自分と対等な立場にいるとは思ってないみたいだしな。じゃあ、もし博士が現れたら、残響は雷で攻撃するのか？こいつの話からすれば、そうするだろうさ。博士がスメールから離れたことは、私たちにとっても、あいつにとっても、いいことかもな。つまり、この仕事については、無事に終わったぜ。博士はこれからのことに干渉してこないんだからな。これで一件落着だな。うん。僕も嬉しいよ。ティナリ、協力に感謝する。こっからは、ここでちゃんと休んどけよ。そうするよ。よし。パルディスディアイの件はここまでだ。時間もちょうどいいし、旅人、次はグランドバザールで落ち合おうぜ。これからも目立たないように行動しろよ。準備ができたら来てくれ。君たちは計画に専念してよ。ハイパシアのことは僕に任せてくれればいいから。この程度の傷。ごめん。やっぱり。もう少し休ませて。酒が入ると本音が漏れるって言うけど、その通りなんだ。何言えね。
全員揃ったな。どうだ、それぞれの仕事はうまくいったのか。順番に報告しよう。俺から行く。アーカーシャ端末の改造は完了した。それに用意するべき道具も全て揃った。次は私だ。旅人とパルディスディアイに行ったんだが、状況はちょっとややこしくなってな。とにかくティナリを見つけることができたが、あいにく彼が戦闘で怪我を負ってしまった。誰の仕業だ。その質問は何というか。旅人、ファドゥイかザンヒョウか、どっちって答えるべきだ。そんなわけで問題も発生したが、博士が船に乗ってスメールから離れるところは確認できた。大事な用事があってスネージナヤにすぐ戻らないといけないらしいぜ。だから博士を排除するって目標は無事クリアだ。それにティナリはもう安静にしてるから心配いらない。そうか。そうだ、ティナリからセノに伝言を預かってたんだ。自分の見たこと聞いたことを信じるってさ。ああ、覚えておくよ。俺の方も順調だ。エルマイト旅団のメンバーたちは今頃すでに目的地に着いてるはず。不用意な行動で敵に気づかれないように旅団はしばらくその場に残る。よくそれだけの人数のエルマイト旅団をスメールシティに連れ込めたな。ラフマンたちの度胸と大胆な戦略のおかげだ。どうやら策が効いたようだな。おめでとう。ん？これで終わりか。なら解散しよう。待てよ、これで解散だって。そうだが、こういう時は士気を高めるために何か言うべきじゃないのか。個人的な意見を求められるなら俺は家に帰りたい。はあ、アルハイゼン、お前ってやつは。たく。ああ、もし何らかの一言を期待しているのなら、俺はあくまで計画を立てることの責任を持とうとしているだけで、リーダーをやろうとしてるわけではないから、適任者を探した方がいい。お前ら教令員の学者たちはよく喋れると思ってたけどな。一つ訂正したい。俺の肩書きは書記官だ。そりゃ分かってるさ。それで？その意味は文字通り会議での記録係で、基本的に発言しない。まあいい。セノも演説好きなタイプには見えないから、ここは私のご主人様に任せようか。ご主人様？旅人のことさ。私たちの間には雇用関係が結ばれたんだぜ。その通りだ。てなわけでご主人様、何か言ってくれよ。私のためだと思ってさ。おお、早速士気を高めることを言ってみてくれ。あれ、みんな集まって何してるの？あ、ニーロだ。こんにちは。邪魔しちゃったかな。全然、これからあんたを探そうとしてたところだ。真剣な顔で集まって、きっと何か大事なことを相談してるんだよね。でもちらほら他の表情もあって、まるで何か悪いことをやろうとしているみたい。楽しそう。いいところに来てくれたな、ニーロ。仲間になる気はないか。え、仲間になる？大事な議論に私も参加するってこと？そう、極めて大事なことだ。ニーロ、君のスケジュールにまだ空いている時間はあるか？え、本当に誘ってるの？私、自分の耳を疑っちゃった。あなたたちは私が知ってる中で一番大胆で、
心を躍らせてくれるスメール人だね。ごはん。あ、そうそう、スメール人じゃないけど同じくすごい旅人とパイモン。ひひ、そうこなくっちゃ。私、正直に言うとちょっとだけ怖い気持ちがあるの。でもクラクサナリデビ様のために私やってみたい。もし私の力が役に立つならすごく幸せだもん。自分を信じろ。うん、明日グランドバザールのみんなにも手伝ってもらえるようにお願いするよ。うっかりしてバレるなよ。もちろん。準備完了だな。これで解散していいか。言いたいことは思いついたか、ご主人様。そうだ、計画は偉大だし、オイラたちもすごいんだぞ。確かにその通りだ。重要な行動の前夜、良質な睡眠が取れるかどうかは勝敗に大きく関わる。幸い最近うちには俺しかいないから静かだな。え？なんでもない。じゃあオイラたちは帰って寝るぜ。明日は早起きだからな。うん、じゃあちょっと早いけどここで行っても大丈夫かな。みんなおやすみ。いいと思うぞ。じゃあおやすみ。